座骨神経痛はコブラツイストで良くなります。どうもこんにちは、整体師の児玉です。この動画はですね、3件以上の治療院さんに行っても治らなかったような人、どこに行っても原因不明だって言ってたらい回しをされているような方に向けての整体チャンネルになっております。さて今回のお話は、座骨神経痛はコブラツイストが効きますよっていうお話をしていきます。あなたはね、どこに行っても良くないからっていうことで YouTube でストレッチの動画を探してやってみたけど、まあ良くならない。やった時は楽なんですけど、また元に戻ってしまう。でやっぱり病院に行っても原因不明だって言われて、どうしたらいいのか困っているという座骨神経痛のあなたに向けて、今回のお話があります。そう、その座骨神経痛が治らない原因というのは、実はお腹が硬いからなのかもしれません。そう、こんな人にほど今回のお腹を伸ばすコブラツイストのストレッチをやってほしいです。早速始めていきたいと思います。今回の内容はこんな感じになっていきます。では早速始めていきましょう。ではまず、なぜお腹が硬いと座骨神経痛を起こすのかというお話からいきます。そのお話をする前に、やはりこの概念を知っておいてほしいんですね。原因があるからこそ症状という結果が起こるわけです。この原因があって結果が生まれるわけですから、この結果をどうこうしようとやったところで何も変わらないんですね。その場しのぎになってしまうわけです。この原因を潰してあげることによって症状という結果がなくなっていくわけですから、大切なのはこの原因を取り除くことが大事だっていうことをコンセプトにお話していきます。あなたがなぜ治らなかったかっていうと、もしかしたらその対症療法って言われてね、痛みのあるところに直接マッサージとか治療をしたりとか、そういうことをしたところで結局解決にはならないわけなんですよね。結果を変えようとしては無理です。大切なのはその原因を変えることが最終的に結果を変えることになるということをまず知っておいてもらって、この話をしていきたいと思います。ではなぜ座骨神経痛を起こすのかというと、お腹が硬くなることによって骨盤を歪ませるからです。お腹の筋肉というのは骨盤の上にこのようについてる筋肉ですね。ここの筋肉が実は骨盤の歪みを作るわけです。右のお腹の筋肉が硬くなって左が伸ばされてしまえば、骨盤は当然右の方が上がってしまうし、左のお腹の筋肉が硬くなり右のお腹の筋肉が伸びれば左の骨盤が上がってしまいます。さらに言うと、お腹の筋肉の硬さのバランスが崩れることによって骨盤が前後にこのような歪みを作ってしまいます。じゃあ骨盤が歪むとどうなるのか。骨盤が歪むとこれに伴ってある関節にも影響を起こします。横から見てもらうと反り腰というものを作ってしまうんですね。例えば右のお腹の筋肉が硬くなってしまって左の筋肉が伸びてしまった場合、左の骨盤が後ろに下がってしまうんです。そして左の骨盤が後ろに下がるということは、横から見ると腰が反り上がった状態になってしまいます。そしてこの反り腰を作ってしまうことが座骨神経痛では一番良くないことなんです。なぜかというと、座骨神経痛を起こす原因というものは座骨神経が引っ張られることによって起こるからなんです。座骨神経はお尻から太ももの裏にかけてついている神経です。姿勢が反り腰になってしまうことによって座骨神経がピーンと引っ張られてしまいます。そしてその引っ張られる結果、痛みやしびれを起こすというのが座骨神経の本当の原因なんです。まとめますよ。お腹の筋肉が硬くなることによって骨盤が歪み、骨盤が歪むことによって片方だけ反り腰を強く起こしてしまう。そして反り腰を起こすことで座骨神経が引っ張られて座骨神経痛を起こすというような流れになっていくからなんですね。そうだからこそ、この一番てっぺんの部分のお腹の筋肉をほぐすっていうことをすれば、お腹の筋肉がほぐれれば骨盤の歪みが整い、そして骨盤の歪みが整えば反り腰にならずに済む。反り腰にならなければ座骨神経が引っ張らないということは、座骨神経痛の症状が緩和されるというロジックで進んでいくはずです。なのでお腹の筋肉を伸ばすってことをすれば根本的な解決が見られるということなんですね。これが座骨神経痛がお腹に原因があるというお話です。では次は、あなたの骨盤の歪みチェックっていうのをやってみましょう。骨盤の歪みを知る方法はまずこうやってやります。一回座りましょう。で座ってもらって、胸を左右の膝に近づけるような動きをしてみましょう。右左右左、このような動きをした時にどっちかの方が行きにくいなっていう感じが出るはずです。僕だと左に行きづらいです。左
左に行こうとすると腰が突っ張ってなかなかいかない、足がついてくるっていう感じですね。右はスッと倒れる感じがあります。で、これね、次にやってもらうのは、ツイストの検査なんですけど、今回さっきの検査でやった左に行きにくいっていうのが僕だったんですけど、左に行きにくいんだったらおそらく左にもひねりにくくなるはずなんです。案の定僕は左の方がひねりにくいです。左はここまでしか行かないけど、右はここまで行きます。こんな感じで、歪みをチェックしてみてください。あなたはこの1と2の検査をやってもらった時にどっち側に行きにくかったですか。で、その行きにくい方に骨盤がぐっと寄ってしまっている、腹筋が縮こまっている方がそっちですよっていうのが分かるはずです。これで骨盤の歪みがどうなっているのかっていうのが分かりますね。じゃあそれを分かった上でこの骨盤をケアしていく、お腹を伸ばして骨盤の歪みを取っていって座骨神経痛を良くしていきましょう。ではお腹のケアっていうのは3ステップで行っていきます。そのケアをする前にまずはご自身で立ってもらって座骨神経痛がどうなってるのかってチェックしてみてください。立った時にどこかが痛いな、ひねった時に痛いな、立ち上がる時に痛いな、このような症状が今あって、それがこのストレッチの後にどうなるのかっていうのを変化を実感してもらうと、よりこのストレッチの動画の効果を感じてもらえると思います。ではやっていきましょう。まず1つ目、お腹伸ばしです。まずステップはお腹伸ばしをしていきます。伸ばしたい筋肉はこちら。この筋肉を伸ばしていく感覚を覚えておいてください。はい、ではまず座ってもらって右から伸ばしますね。左手を、この椅子の上とか地面にしっかり手をついてもらって支えます。そして反対の手で耳に当ててもらって、そのまま横にぐーっと倒していってもらいます。で、この時にこの脇腹ら辺が伸びてるような感じが出るように倒していきましょう。そして脇腹が伸びてるなーっていう感じが出ればストップ。そのまま深呼吸しながらそのまま30秒待ちます。では反対側も耳に当てて手をついて、そのままゆっくり倒していってお腹の筋肉を伸ばしましょう。このまま30秒。OK です。ではステップ2、お腹を座りながらコブラツイストしていきましょう。右側からいきますよ。座ったまま左手は支えに置く、そして右手は耳に当てて横に倒します。そして次は前後ろと目尻の動きを加えていきましょう。一度横に倒しながら前後ろと捻る動きを、これを10回いきましょう。さあいきますよ。手ついて横に倒れてツイスト。1回目、2、3、しっかりお腹を伸ばしてくださいね。4、5、6、7、8、9、10。 OK。 じゃあ反対側も同じように手をついて反対の手で耳に当てて横に倒しツイスト。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK。 これでステップ2完了です。では
ではステップ3、立ちながら行います。まずは右を伸ばしていきましょう。左手はこのように腰に手を当ててもらって、右手は横に手を出してもらいます。そしてこのまま横に倒して、そしてこのまま前後ろ前後ろと大きくツイストしていきましょう。ではもう一回いきますよ。手を横真横に倒して、脇腹しっかり伸ばしてからツイストいきます。1 2 3、しっかりお腹伸ばして、5 6 1、腕を大きく前後に回してあげましょう。9、最後10、 OK です。では反対側もいきましょう。右手を腰に当てて、左手を横に出して、そのまま真横に倒してツイストですよ。では行きます。横にして体を倒して、はい、ツイスト、前前後ろ、3、しっかり後ろに倒して、立っていただいて、最初に会った時のお尻の感じとか太ももの上の感じ、すねの感じ、最初と比べてみてください。これをやって少しでも楽になったなっていう実感がありましたら、ぜひこれ続けてやってみてください。で、続けてやっていくうちに、なんとなくですけどストレッチのコツみたいなのを掴んできて、お腹を伸ばすっていう感覚が分かってきます。お腹を伸ばす感覚が分かってくれば、よりお腹に効かせられるようになってきて、より大きな効果を実感できるようになる。またストレッチ1回でもやって効果があったなって思っていただけるのであれば、続けてやってみてください。ストレッチというのはそもそも続けることで効果がどん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 増えていきます。なのでいいなと思っていただければ、このストレッチ頑張って続けてみてくださいね。最後なんですけども、結局のところですね、痛みとかしびれ、そしてしびれの出ているところに直接どうこうしたところで、座骨神経痛って良くならないことが非常に多いです。そもそもなんですけど、何か症状というものは何かの原因によって起こっているわけですから、この原因を取り除いてあげない限り、症状を消したところでまた出てくるんですよ。繰り返すってことは当然起こり得るわけです。なので今その場しのぎの治療をやっているのであれば、それは治すということではないんじゃないかなと思っております。なので大事なのは、その症状を起こしている原因を見つけて、その原因を取り除くことをしていくことで根本的な解決が見られるということになります。そこだけ考え方として覚えておいていただければなと思います。ということで、今回は座骨神経痛はコブラツイストで治せというような動画でした。またお会いしましょう。さようなら。